テレビ瀬戸内では今月15日に行われるファジアーノ岡山とアルビレックス新潟との試合を生中継することになりました。中継まで残り10日です。ナナスパではですね、来週ファジアーノ岡山の応援番組ファジッチャを放送します。そしてそれにちなみまして、このツイッターでは私東條が丸々に挑戦しちゃおうという企画をしたいと思います。この中にお題が入っているので、はい、1つ引いてください。え、ちょっといろいろ入ってますけど、この箱の中に私に対する挑戦状が書かれているんですね。では記念すべき第1回目引いてみたいと思います。え、なんだろう、もうドキドキします。ちょっと待った、1回目なんでこっからこれお願いします。これえ、この中から引くんじゃなくて、これそれで決まってたんですか。じゃあこれなんて書かれてるんでしょう。ドキドキします。私まだ本当に見てないです。いきますね。はい、何これ、オープニング挨拶考えちゃおう。ファジッチャオのオープニング挨拶を考えてということで、来週からナナスパでファジッチャオのコーナーをするんですが、挨拶、何、どうしよう。挨拶か、決めポーズっていうことですよね。 YouTuber みたいな YouTuber？ え、なんだろう。弊社の先輩からアドバイスをいただいたファジッチャオで、それでいいんですね。これでいきましょう、ファジッチャオ。はい、どうでしょうか。来週からこのファジッチャオ、ファジアーノ岡山の応援番組、火曜日から金曜日まで毎日ナナスパで放送します。こちらもぜひ選手の素顔に迫っていますので、注目してご覧ください。